を受賞しているカールフェルトは、ダーラナ地方の農家の家庭に生まれた。彼は、子供の頃は、エリック・アクセル・エリクソンという名前だったが、罪を犯し有罪判決を受けた父から距離を置くため、1889年に、改名を行った。彼は、ストックホルム郊外の学校などで教える傍ら、ウプサラ大学で教育を受けた。大学を卒業後5年間、 スウェーデン王立図書館で働いた。1904年、彼はスウェーデンアカデミーのメンバーに選ばれ、11代目の議長となった。1905年にはアカデミーのノーベル協会の、1907年にはノーベル委員会のメンバーとなった。1912年にアカデミーの永久会員になり、死ぬまでその職を務めた。母校のウプサラ大学は、 1917年に彼に名誉博士号を送っている。1919年に同賞に選ばれながらスウェーデンアカデミーの会員であったため受賞を辞退した、との噂がセルマラ・ーゲル・レイブの書簡で伝えられている。ありがとうございます。